こんにちは。さっき起きた。さっき起きました。遅いよ。昨日はでもちょっと寝るのが遅かったからね。じゃん。スモモちゃんからもらったチョコレートです。うん、うま。うん。寝るの遅かった。23時近くまで行ったからね。こんにちは。うま。最近主食がチョコになってない。チョコにはなってないよ。いや、消費しないと。まだまだあるの。チョコが。そんなにもらったんだ。そう、いっぱいある。いつの間にやら500回訪問してました。おお、すごい、ありがとうございます。アザージャケット届いたって。よかった、ありがとうございます。7時に寝て今起きた。睡眠時間短くない？8時に起きたけど布団の中にいます。なんで出なよ。お菓子食べてたって言うけど、なんともう1枚あるから、もう1枚食べて菓子は終わりにする。それでスモモちゃんからもらったチョコレートが食べ終わります。ありがとう、スモモちゃん。よいしょ。あとはちかぽんさんからいただいたやつと、萌えちゃんからいただいたやつです。開かない。開かない。
青のさ卒業公演見に行きたいんだよね。いただき物生活いいな。いいのかな。26日。でも青大変だよね。なんか引っ越しもしないとだし、次の準備しないといけないけど、意外と時間ないと思うんだよね。ね。大変青。チキンタレカツが届きましたって。よかった。めっちゃチョコついてる気がする。4月1日から学校なのかな。あ、学校なの。今日は出前かなって。いいな。めっちゃ薄着で出てきた。寒い。うん、寒いでしょうね。寒いよ、そら。私も今日どうしようかな。服装。チョコが主食になってないよ。お米食べてますよ。都内めっちゃ雨降ってきた。東京は結構降ってるでしょ今。うん、降ってる。降ってますね。ちかなちゃん、昨日はありがとう。こちらこそありがとう。糖質万歳。今日意外と寒いね。だからさ、寒かったりさ寒くなかったりするから、なんかちゃんとね衣替えができてないのよ。遅くなりましたが昨日タペストリーちゃんとポチりましたって。あ、俺の嫁って書いたの。楽しみにしてるね。じゃあ俺の嫁って書いたの。書いてないだろうけど。新潟も降ってる。マジ？新潟も降ってます。ちょっとどうしよう。ちょっと待って、リップクリーム塗ってからにしよう。寒いのはお財布、お外とお財布の中身だけだって。そらそうか。
そうか、私もお財布の中身が寂しいよ。こうすれば縦じわが気にならなくなる。よいしょ。久々に卒業公演のアーカイブ見てましたので、わあ、もう懐かしいね。みんな昨日のトーク会どうでしたか？お仕事戻ります。またね。ナスの影響でハニワ流してる。いいじゃんハニワ。こんにちは。すごく良かった。のんびり喋れて楽しかった。トーク会いくら時間あっても足りません。時間経ちすぎて卒業公演の話するの忘れてた。ダークじゃ足りない。トーク会最高、楽しかった。2分でも全然足りなかった。本当嬉しい、ありがとうございます。私もすごく楽しかった。なんか最初うまく使えるかなとか、なんか私の Wi-Fi とか大丈夫かなって思ってたんですけど、大丈夫でした。Wi-Fi も良好、良好ね。ラグがなくて快適でしたって。うんと、よかった。すごいハートがたくさん、ありがとうございます。佐藤塚さん、並行してやった方は同じ値段で30秒と考えると改めてすげえってなってました。本当？すごい楽しかったですね。そうでも、まあ、これは私多分 SNS には載せないんですけど、なんだろう、 Wi-Fi？ 皆さん自身のその通信環境っていうのを確認していただいてからやっていただいた方がいいかなとは思いました。通信環境が悪いと上に出るんだよ、ピコンみたいな、悪い接続が悪いですみたいな、そういうの出ると思うから、そういうのはちゃんとそう確認した方がいいかなって思います。私も1回出たんですよ。そう、1回だけ出たので、そう中盤ぐらいかな、うん、かな。で昨日ね、来てない方とかいらっしゃったんですよ。あれって話したりしたから、必ず待っててほしいなって思うし、なんだろう、電波だからさ、人の目には見えないじゃないですか。電波が、あ、今電波通ってるってさ、見えないじゃん。あ、今電波あるなとかさ、人の目には見えないじゃないですか。それはそうなんだけど、そうだから、なんだろう、完璧ではないと思うの、電波も。
電波もさ、あの 100% もう毎回 100% の力で通ってますっていうことはないと思うのね知らないよ、私そういう専門の人じゃないから分かんないんだけど。そうだから普段使えてるけど、この時私の東北会の時は使えなかったってなったりすると思うんですよね。それは逆もあって、私が普段使えてるけど、東北会の時ちょっと調子悪かったっていうこともあるから、そうだから確認してほしいなって思います。はい、うん、っていうのはあるかな。そう、トークポート使ってトーク会やることって別に事務所にとってはやってもやらなくてもいいと思うんですよ。私はこういうことってできますかって聞いて、月に1回か2回できたら嬉しいなって思ってるんですけどって聞いたら、じゃあやりましょうっていう風に私の気持ちをこう汲み取ってやってくださったんですね。そう、今回だからなんだろう、あんまり なんて言ったらいいんだろうな、そう、そう、すごいありがたいことじゃないですかだって私はもうアイドルじゃないし CD 売ってやってるわけじゃないじゃないですか。だから別にやってもやらなくてもいいんですよ。でも私はやりたいなって思ってて、その気持ちを汲み取って事務所の方は、そう、やってくださってるので、忙しい中、そう、だからなんだろう、あんまり SNS で変なことは言わないでねっていうのかな、ちょっとそう、対応、そのお問い合わせに対しての対応もすごい早くて、昨日多分やってる最中とか終わった後とかかな、もうすごいすぐ対応してて、お問い合わせとかにそうしてくださってたから、そう、対応早くてびっくりしたと思うのお問い合わせした方とか、こんなに早いのってなったと思うんですけど、うん、なんかあんまりこうね、変な言い方をされてしまうと、トークポート自体ができなくなってしまうので、そう、私はいくらやりたいって言っててもちょっとねってなっちゃうから、うん、そう、ネットの通信環境が悪かったら多分出ると思うの、みんなのところにも。だからそしたら、あ、僕、私がいけないんだってなってほしいはい、私も出るからさ、そう、なんか良くないですって。私も普段だってショールームもさ普通にできてるでしょ、普通にできてるけどトークポートで出たりしたからさ、そう、あ、じゃあ今Wi-Fi 使ってる人が多いから通信環境悪いのかなとかさ思ったから、それでも
なんかちょっとあまり良くない意見というか、良くないっていうのは違うね。そうね、難しいくなってしまうかな。遠く飼い続けることが、だから平和に、そう文句じゃないけどみたいなやつね。そうだからなんか言葉ちょっと難しいのよね。難しいのよ。なんて言ったらいいのか分かんない。そうね、なんかそうマネージャーさんと話してて、マネージャーさんがねいろいろ対応してくださってるんですけど、なんだっけ、他のアプリを使ったまま起動したままっていうんですかね、やったりするとそれも原因になっちゃうんだってらしい。マネージャーさんがすぐ動いて聞いてくださって、トークポート側にそう聞いてくださってるので、そうだから通信環境がいいところ、まあ、難しいんだけどね。電波もさ、あの 100% の力で全部が動いてるわけじゃないからさ、っていうのを今一度そうねっていう感じかな。言えることは、そうだから別にこれはネットに書く、SNS に書くことじゃないから SNS には書かないけど、もし今日ね夜の配信できたら夜の配信でもまたこのお話はしたいなと思います。はい、そうね、そう SNS ってさ怖いじゃん。 SNS はだって全世界に発信してるわけだから誰が見てるかわからないし、そこでなんかね変なこと書いちゃうとさよろしくないじゃないですかまあねこれも全世界に発信されてるんですけど、でもまあそういうことですそう、私も発言とかには気をつけなきゃいけないし、みんなも気をつけてほしいなって思います。はい、ちょっとうまく伝わったかわかんないけど、寝起きの声も全世界に、そうそうかな。別にフォロワーしか見ないからとかって言ってつぶやいてると痛い目見ちゃうんでそう、今後もトークポートをね、続けていけるようにお互い試行錯誤しながらみんなでできたらいいなって私は思ってるので、はい、そうっていう感じです。はいそんな感じ、くしゃみでそう。そうだよね、またね25日にあるので、はい、そうね、もしそれでもなんかそういう困っちゃうようなことが鳴りやまなかったら、その方々が作ってください。はい。って、私は思います。もしね、もしね、そういうのね、鳴りやまなかったら、そういうふうに言ってる方々が、
こういうツールを作って 100% そう、通じることを、電波途切れなかったりとか、あ、そう、じゃあお前やってみろよみたいな、そう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 、作ってください。で、私はお餅をタイプなんでその辺は多分皆さんが一番理解してると思うんですよ。私は短期で、なんだ短期でなんだっけ、あー出てこない、あーなんだっけ、あー頑固いつもありがとう、こちらこそありがとう。そう、あーせっかち、せっかちでしょ、わかるでしょ私のこのダメなところね、それが出ちゃうんで、ちょっとあまりにもちょっとそういうのが多いと、お前やってみろよって私が言うなっちゃうから、はいその辺よろしくお願いします。そんなちかなちゃんでも好きです。ありがとうございます。はい。でもすごい対応は早いと思うので、はい、ミットめちゃめちゃ早いと思う。アプリのメニューに通話テストがあるので確認しましょうで良いかな。そうね、確認していただけると嬉しいなって思う。あと他のアプリを起動っていうかしてると、うまくいかないケースもあるし、うんかな。いい事務所さんでありがたいです。ありがとうございます。通信速度このくらい必要だよっていうのがあれば、わからん、どうなんだろう。調べたら出てくるもんなのかな。うん、そんな感じかな。あとは SNS の使い方に気をつけようっていう感じですかね。まあ私が言えたことじゃないんですけどはい、それかな。それでも全世界に発信したければどうぞはい、俺はどうしても、私はどうしてもこの気持ちを全世界に発信したいんだ、うわーってやるんだったらどうぞ、私は止めませんはい、通信速度ポートのアプリで確認できたようだって。本当？アプリのテストで普通って出たからちょっとビビったけど本当に普通だったアプリの通信テスト、アプリの通信テストをしててもよくないときもあるかもしれないから、
臨機応変に対応してくださったら嬉しいです。私から言えるのはこれまでかな。私は分かんない、やってる側だから。チカナソスキーは発信していこうと思います。それは発信してってくださいトークポートのテストカメラと通信の他にマイクとスピーカーのテストもできるのがいい。だって前髪バーコードみたいな、その子さうまくいかなくってさ、まあ、何なんだろう、うん、串がないからさしょうがないんだけど、バーコードってどういうこと。ねえこうすればいいんだよ。あ、ほら乗った。さすがパウダー。でもなんかさ最近前髪迷子なんだよね。もし何かあってもすぐ振り返り対応してしてもらえるのは問題ナッシングでは。そうね、でも振り返り対応っていうのもあれなんだよね。なんかこっちこっち私の通信環境が悪かったらできる可能性高くなるけどっていう感じかな。うん、そう、全てにそう対応できるかっていうとは分からないって感じかな。うん、そう問い合わせイコール振り返りではない。そうそうそう、それはちょっと理解しておいてほしいかもしれない。私の方が、私の通信環境が悪くて途切れちゃったとか、なんか画像が見えない、音声が聞こえないってなった場合はできると思う。でもできるって断言はできないけど、そこはもう相談しながらって感じだと思う。あくまでそのなんだろう、トークポートっていうアプリを私は使って、みんなも使ってやってるわけだから、そうだからそれはちょっと分かってほしいかもしれない。ただそのなんだろう、そのちかなちゃんとトークポートして、あの声が聞こえませんでしたとか映像が映りませんでしたっていう問い合わせをすると、ミットすごい対応めちゃめちゃ早くて、私がびっくりしちゃったぐらい早くてあれだったんですけど、そう必ずそのお問い合わせに対しては多分対応してくださると思うんですよね。だからそのお問い合わせしてくださったら、その私とその方のトーク会の時に、なんだろう、電波の状況とかを見ることができるんですよ。そう調べることができるから、ミットの方が調べてこういう感じでしたっていうのがあると思う。っていう感じかな。まあそんな感じです。通信環境で難しいよね、目に見えないからさね。
って思わん？そんな感じ。でもすごい楽しかったトーク会すごい楽しかったね。でもなんか来てない方とかいらっしゃったから忘れないでね。それは絶対対応できないと思うから。はい、楽しかった。2分はすごくゆったり喋れた感覚でした。そう、来てない方とかねいらっしゃって、あ、野球見てて忘れたんか。やっぱみんな私のことより野球なんだねみんな私のことより野球なんですね。野球第一なんですね。そうだよね、私のことなんてどうでもいいもんね確かに決められた時間だと忘れちゃいそうでした。忘れないでとりあえず次は16日。安心してって何？安心してって何ですか安心してってことは何？16日は昼間にやれってことですか？え？そしたら僕たちコメントできますよっていうことですか？え？そういうこと？変な時間取ると忘れそうだし間違えそうだから切りいい時間にした。時間ピンポイントだから難しいね。でもね絶対ねそのうちね、あ、ピンポイントのやつでよかったって思う時来ると思うよ。でも予定組みやすくない？ピンポイントの方が。私ピンポイントの方が嬉しい、私的には。だってさ、例えばさ、じゃあ21時からトークポートだとするじゃないですか。それまでに、じゃあ家に帰ってくるのが19時だとしたら2時間あるじゃないですか。2時間の間にじゃあお風呂入れます、ご飯食べれますとかさ、なんかちょっと片付けできるとかさね、できるやん。めっちゃ私は助かるけどね。アラームかけときな、次から何時って撮ったら。ねえ、今週かな。ねえ、今週にあれだと思うんで。10分前にアラームかけてたよ。リマインくんにお願いした。いいよね、リマインくん、いいよね。トーク開始3分前に通知来た。おお、いいじゃん。ピンポイントだと5分前から正座待機して足がしびれる。ホワイトボードがあるから予定をちゃんと書いてる。えらい。洗濯できるのかな。洗濯は洗濯機でしてください何、ピンポイント性かと思った。この間洗濯順に最初からって感じになって。それはどういうこと？私のってことですか？ん？
どういうこと？いやみんなにね、なんかちゃんとちゃんと休めてるって聞かれたの。全然休めてるんよ。1部と2部の間に10分ぐらいの休憩あるから、そこでご飯食べたりとかしてる。そちら側で洗濯できるのかなと思って。それは奈々子さんのってこと？それとも私のってこと？どういうこと？ん？私のってさ、その時間にポチるんじゃないの？どういうこと？10分でよく食べれるなって。食べれるよ、全然余裕全然余裕です。こんにちは。2分枠だけだけど、金額も時間も自由に設定できるはず。奈々子さんの時両パターンの時あったので、その都度選べるのかなってこと。ちょっとよくわかんないんだけど、今後もこの方式でいくと思います。はいはい、ちょっとよくわかんないんですけど、どういう質問してるのか。やっぱやってる事務所によって違うと思うんですけど、今回みたいな、今回っていうか12日みたいな感じで、申し込みはあると思うし、12日みたいにやっていくと思います。で、合ってる？かな。はいっていう感じです。はい、ちょっと質問の意図が私の脳みそに理解できなかったちょっと、はい、すいません。そんな感じです。変わんないと思います。変わるのは枠数制限とかそういう感じだと思う。はい、購入制限はある。25日のやつはなんだろう、なんて言えばいいんだ。25日のやつは前回その12日より、少なくなると思う。少なくなる、多くなる、どっちだどっちだか、数が限られると思います。はいって感じかな。
今のところはこの前と同じのが続くということでいいんですね。そうね、なんだろう、枠の感じ、枠っていうか、そのなんていうの、なんて言えばいいの、2分40枠みたいな、ちょっとよくわかんないんだけど、そういうのは買わないと思います。値段とかかな。振り替えも考えてます。だって優しい、優しい。あーでも言ってますね、お問い合わせイコール振り替えではないと。うん、あ、なるほど、ななこさん、なるほどね。あー、分かりやすかった。ななこさんの時間がランダムに振り分けられるのを事務所がもともと使ってます。うちはこの時間でとピンポイントで選択する方式でやってます。だってだからうちは今後も、ピンポイントで選択する方式でやっていきますっていうことでした。なるほどね。ですって。ありがとうございます。それでした。なんという対応の速さ、私もびっくりしちゃうでしょ。もう両手を上げてこんなになっちゃう。本当にね、対応早すぎて、みんなもひっくり返っちゃうぐらいでしょ。ポイントって有効期限あるんだよね。わかりません。私はトークポートの作った会社ではないので、そしてミットもそういう会社ではないので、もしよろしければご自身で調べていただけると嬉しいなと思います。私もじゃあ今調べてみるね。トークポートポイント有効期限っていうふうに、Google で調べますと、利用者が購入したポイントの有効期限はポイントを購入した日を何？起算点として180日間とします。有効期限を経過したポイントは消滅し、利用者はこれに関する料金の返還を、請求することができません。だって秋さんありがとうございます。そうね、今素晴らしい世の中になっておりまして、Google っていうものがあるんですよ。私に聞いていただくより多分ね、 Google っていうものでトークポートポイント、有効期限って調べていただくと、Google さんってすごくってすぐ出てくるんですね。だから私に聞いていただいて、私が調べるよりかは多分ご自身、皆さん自身が、Google なり Yahoo なり、Siri なり、調べていただけるとすぐ出てきます。すごい対応の速さだと思います、私よりかは。なので今後トークポートのこれってなんだろうな、あれってなんだろうなって思った方は、私に聞いていただくんじゃなくて、Google さんなり聞いていただいた方が早いと思います。はい、私も調べましたが、あ、これです、これです。はい、素晴らしいでしょ Google さんね。ね、よろしくお願いします。私は知りません。はい、でも私もね、勉強になりました。180日間だって。はい、そう
っていう劇でした。はい。そうね。っていう感じだって。私も勉強になりました。あ、やばい、タッチしちゃった。はい。ですって。よろしくお願いします。それでも分かんないこととかあると思うんですよ。ミッドさん、これはどういうことですかみたいな。この問題はどうなりますかみたいなのは多分対応してくれます。ちょっと分かんないけど。っていう感じです。漢字テストも対応してくれそう、漢字テストは対応しません。漢字テストはやりません。OK。 あ、そうだ、じゃーん、新しいアイシャドウでーす。かわいい。昨日ね、やっと届いたの。めちゃめちゃかわいい。ずっとね、これを使ってたんだけど、ちょっともう、さすがに。待って、くしゃみ出る。あ、失礼しました。もうさすがにこれはポイしようと思って。かわいい、めちゃめちゃかわいい。かわいくない？デイジークです。こういうパレットのアイシャドウめちゃめちゃ嬉しい。うわー、かわいい。もったいない、この文字が使ってくと消えてっちゃう。絶対ここめっちゃ絶対使う。ここかな。あんまりこういう濃いの使わないんだよね、私。かわいい。かわいい。かわいいでしょ？多分ね、男性にはわからないからね、コメントなくなるんだけど、このかわいさを見てほしい。うわー、かわいい。ほらー、これをかわいいって言うんだよ、女の子は。よくわかったね、だって。いろいろ模様ついて、そう、模様ついてるの。かわいいよね。これ使っていくとさ、消えるんだよね。かわいい。私が買ったのは、なんだこれ。わからん、これ。15って書いてある。なんか、ニットベージュみたいな名前だった気がするな。ちょっとわからないです。分かってよ、この可愛さを。可愛さを理解してほしい。可愛い。新しいコスメ仲間入りです。あ、あったあった、ハイライト。仕事戻ります。気が利いたコメントが浮かびません。おもろ、そのコメントでいいんだよ、笑わないようにね。笑えたらもう最悪だよ。これはもうぽいです。もうずっと使ってた、これずっと使っててさ、もうぽいだね。よいしょ。私だって落とすのが好きないので、狙い撃ちしたかったな。あー、キュー。お疲れ様ですね。お疲れ様です。おもろ。とにかく可愛いって言っておこう。
チキピンチキピン、よいしょと、これ変えたばっかりだっけ。変えたばっかりじゃない気がするんだよな。イコラブ、イコラブさんです。よいしょ、かわいいんですね、かわいいの。ちょっとファンデーションをちょっと交代しよう。よいしょ、そしてこれも今も保湿は大丈夫だからこっちにして。おお、なんかいっぱい開いたよ。なんかスペースできちゃった。ファンデーション入れちゃった。まあいいや。え、もう13時になるんだ。どうしよう、30分まで配信しようかな。時間経つの早すぎね。早いよね、めちゃめちゃ。インスタグラムに載せてた赤い服も似合ってたね。だって嬉しい、可愛いよね、あのニットカーディガン。そう、あのね、あれはね、あれユニクロだっけ、 GU だっけ、メンズなんですよ。赤も似合うんよなーって。もうね、いろんな色、そう、メンズのやつ確か、GU ですね、 GU のメンズですね。そうメンズなの。 M サイズ買いました。でも S でもよかったなーって思っちゃった。メンズだよ、レディースだと思った、メンズです。だから全然皆さんも着れますよ。メンズで赤、真っ赤って珍しい。あー、珍しいかな。あ、すごいすごい、たくさん、キイさん、マシュマロありがとうございます。赤って着たことない、髪の毛赤なのに。メンズも着こなす力なさ、すごい。だってなんかね、GU だっけユニクロだっけ、どっちかちょっと忘れちゃったんだけど、なんかね、めっちゃ可愛いシャツがあったの、メンズで。そう、なんかね、ストライプなんだけど、なんか1枚のシャツになんか黄色とか青とかピンクとかのストライプが入ってるんですよね。そう、それがね、めちゃめちゃ可愛いなって思ってるんだけど、何も、もう買おうかどうしようかなって思ったけど、あ、でもさすがにな、買いすぎかなって思って買わなかった。ちゃんちゃんこみたい、どういうこと、あれ60歳になったら着るやつってこと。でもなんかあのニットカーディガンのさ、着回しとかさ、したいな。でもさ、赤とあの水色の組み合わせって可愛いなって思うのは私だけですか。なんかさ、あのエヴァンゲリオンのさ、アスカだっけ、あれなんかそういう感じなかった、
制服が水色でさ、水色と白いシャツでさ、髪の毛がさ、なんかこの、そうだよね、あ、アスカだよねみたいなさ、コーディネートにならない？だから可愛いなって思ってたの、赤と水色の組み合わせって。だから赤と水色のなんか組み合わせコーデしたいなってめっちゃ思ってる。でもなかなかさ、赤と水色の組み合わせしてる人いない気がするんだよね。めちゃめちゃ可愛いと思う。失礼しました、ちょっと鼻かむね。よっ、えい。失礼しました。水色は綾波レイですか？水色は綾波レイですね。でもさ、綾波の声好きなんよね。綾波の声ってさ、でもあれじゃん、愛ちゃんの声じゃん、コナンの。差し色で紫入れるか。え？林原めぐみさん、そう。でもさ、あれもそうだよね、あのさ、ポケモンのさ、水色じゃなくてピンクの髪の毛のさ、悪者の方の人間のさ、やつ、の声もそうだよね。そう、武蔵って名前だっけ、あの、あ、そう、ロケット団だっけ、なんだっけ、あの、そうでしょって言ってるやつのさ、やつの人間のさ、あのピンクの髪の毛の女性の方の声もそうだよね。私ポケモン詳しくないからわかんないんだけど、声が一緒なの。ね、懐かしい。ランバ？ランバって何？そう、なんかね、面白かったのが、その林原めぐみさんのねやつなんだけど、なんかそのコナンの声でこういろいろね、コナンの声優さんとかさ、いろんなそのあれ、コナンの声優さんたちがいて、そこでなんか話してて、その声でね話してて、でいきなりその林原めぐみさんがそのなんかあのロケット団のあのピンクの方の声でなんかいろいろセリフ言うっていうのがあって、めちゃめちゃ面白かったんだよね。あ、ランマか、私ランマ見てないんだよな。ランマ面白い？見てみたいなとは思うんだけど。ランマ面白いか、見てみたい気もするけど。ラブコメ、あ、そうなんだ。
ランマ。私は犬屋さんがいいな。いや犬屋さん見たくなるな。犬屋さんってさ、ネットフリにあるのかな。アマプラじゃ見れなくってさ、ちょっとアマプラ見れないんだよね犬屋さん。確か犬屋さん、そう見れないんですよ。うわー懐かしい。あ、映画見たい。うわー映画見たいなー。あ、スラムダンク見れるじゃん。うわー、いや犬屋じゃマジかっこいいから。犬屋じゃ好きなんだよね。わかる。犬屋じゃめっちゃ長いよね。ユーネクスト前入ってたな。山口かっぺいさん、翔平さん、もうなんか名前間違えると嫌なんだよね。振り仮名で送ってください。ちょっと山口さんね。ペイさん、合ってた。わあ、ドキッとした。怖い怖い。この方でもすごいよね。なんだっけ、ウソップもうじゃなかったっけ。そう、新一もそうだよね。そうね、もういいよね。でもさ、ウソップのキャラとさ、新一ってさ、なんだろう、違うじゃん。でも同じ人がやってるってすごいよね。めちゃめちゃ思う。いやーすごいな声優さんって。感動しちゃう、本当に。感動しちゃう。もう犬夜叉いいよね。犬夜叉ってめっちゃ好き。そんな声優さん目指しますか。でも結構大変だと思うんだよね。今から目指すってなるともうね、知らないこと、わからないことだらけだから本当に大変だと思うけど、なんか私がこうやってて、なんだろう、いつか好きな作品っていうかに自分の声が使われたら嬉しいなってめっちゃ思うよね。あれハニーワークスとか、ハニワね。でも声優さんってマジスペック高くってさ、歌うまいやん。歌もうまい、滑舌もいい、面白いね。なんかもうすごいと思う本当に。こんにちは。ねえ、声のプロってほんとすごいよね。ほんとにすごいよ。私も頑張んなきゃね。
かる。最近の声優さん多彩すぎて、お酒飲んで声がガサガサじゃダメだよね。ダメですね。絶対ダメですね。ね。いや、本当頑張んないと。いやー。でもさ、なんか、あのアサルトレディのさ共演者の方々がさ、あの梅坊を見に行っててストーリーとかで上がっててさ、あ、やっぱりみんな見に行くんだって思って、そう、なんか感動しちゃった。やっぱすごい作品だよなって。本当面白いのよ。すごかったのよ、メボ。私も頑張るぞ。バリバリ頑張るぞ。かなちゃんの声はダイヤの原石。どういうこと？なんか自分の声がいいって思ったことなかったから、でも声がいい人なんてさいくらでもいるからさ、それをどうするかなんだよね。思ってます。ね、カーナビの声かっこいい低音ボイスに生まれたかった。なんで？やばい、くしゃみ出そう。ああ、失礼しました。なんかすごい今日はくしゃみが。ねえ、薬飲もうかな。ドレスカーナビって何？やば、そこ曲がるんだけどっていうの。なんで私の言うこと聞かないのって。病院行ってきたらね、行く。絶対嫌だ。絶対嫌だ。そんなカーナビ買わないんだけど。ルート間違えたの罵られる。おい、誰誰。なんでそこ行かなかったの。私のルートになんか文句あんのっていうの。やば。絶対嫌だ、そんなカーナビ。欲しいかもじゃないのよ。やば。高速乗りなさいよって言ってね。言ってねえじゃないのよ。わかる。もう勝手にしたら、私もう案内しないから、案内を終了しますってなるってこと。やば、おもろすぎる。
絶対売れる、売れる、売れるわけがない。需要しかない。需要ないっしょ。褒めないとナビしてくれない。チカラちゃんいつもありがとうって言わないと案内しないの。やば。今日もチカラちゃん忙しいけどよろしくねって言うと、しょうがねえな、やってやるかっていうの。やば。有無を言わさず自分の現場に案内する。あれ今日ここでしょって。え違う、え今日券取ってないのみたいな。え嘘でしょ、せっかく案内したのに。ああ来てくれないんだ、勝手にしたってなるの。やばやば。絶対いらんわそんなカーナビ。いらない。もう助手席座ってください。あれ座ったとって私案内しないよ。次どこだっけって聞かれても、え知らん知らん、 Google に聞いて。私に聞かないで。なんで私に聞いたの、私分かると思ったの、分かるわけないじゃんって。これで煽り運転も撃退。どういうこと。難しい地名とか全部なんちゃら、なんちゃらって書いてある信号を右に曲がってっていうの。やば、わからなすぎる。で右に曲がらなかったら、なんで曲がんないのって言うんでしょ、怖。なんでって、なんで曲がんなかったの、今のところなんだけど。え別のルート探さなきゃいけないの、私が、はめんどくさっていうの。やば、絶対嫌だわ。そんなカーナビ嫌だ。乗り慣れた地域でのみ、ご利用くださいとか書いてありそう。確かに書いてありそう。軽井沢じゃなく軽井沢って検索しないと怒るとか。軽井沢じゃないんだけどって、軽井沢だけどは。口悪すぎる、カーナビ絶対嫌だ。絶対嫌だ。おもろ。そんなカーナビは絶対ないから安心してね。1円でも安いスーパーに案内される。今日特売でこっちの方が安いから案内しといたよって。なんかありがた迷惑だよね。今日はちょっと高くてもちょっと早く帰りたいからって言ったのに、わざわざ遠いとこ案内されるんでしょ。アニメの聖地近くでやたら細かいアニメの説明が入る。あここはなんとかっていうアニメの聖地で、あこのシーンがね使われてるんだけど、え知ってる知ってる、えもうめちゃめちゃいいんだよねっていうの。やば、絶対いらない。でもさ、もしそんなカーナビがあったらさ、もう独身でもさいいよね、思わん？だってカーナビが相手してくれるんだぜ。絶対独身でいいじゃんね。おもろすぎる。話し相手はカーナビ子。悲しいな、悲しいな、なんか
カーナビコなんだね。そして自然渋滞へ。プレスみたい。それならさ、音で。え、待って、ニキって何人いるの？え？ニキ生って何人？今。めっちゃ減ったんじゃない？え？だってさ。7になるの？え、だってさ、自然渋滞ってさ、何人だったんだ？何人だったの？え、12ぐらいなかった？いや、減りすぎでしょ。ニキドラで合わせてさ、10人いかないってこと？うわ、減ったね。やめるの早すぎ。早いってわけじゃないと思うよ。その子のタイミングってのもあるからさ、早い遅いはないと思う。いやー、減ったね。やばー、うわー、青もさ、いっぱいなんかこう覚えてたメンバーだから、そんなメンバーがいなくなっちゃうとさ、きついよねって思う。私は11人か。はあ、ね、美春さんが休業してるってのもさあって、リバイバル公演どうなるんだろうって思ってるんだよね。私出ましょうか。私出れますよ。私しょっちゅういろんなポジションお前さんで行けますよ。ちょっとちょっと出演料っていうのがかかるんですけど。うわあ、そうなんだ。外注。あんた行きますって。いやー、本当にね。ね、どうなるんだろうって思ってるんだよね。ね、緊急復帰。ね、美春さんのポジション誰がやるんだろう。ポジションでも被ってる子ってなると、
みゆとゆめのペアと、ひなたさんとかえりのペアでしょ。で、青と大声のペアか。だね。姫ね、あーそっか、サーヤとヒノか、そうだそうだ、とかだよね。もうでもさ、レンヤさん舞台やるじゃないですか。舞台稽古の期間にもさ、リバイバル公演あるとしたらさ、どうするの？ゲスゲスできるメンバー作らないとだよ。って今ふと思った。ゲスの夢見せてやれ、一夜限りのハート働いてくれるならそれはそれでいい。私はまだできるよ。助けたいくらいね。でも3期でゲスってむずくないって思うよ。他の祈りとかさ、だったらいいと思うけど。ね、なんかやめた後すごい心配してる私私がほら、ななみとペアでさ、ペアだったからさ、ナイスポジションで。ななみもさ、もしなんかね、ちょっと仕事入ったらね、正規公演どうなっちゃうんだろうね。リバイバル公演ゲスの経験者いない？いない。レンヤーさんしかいないと思うよ。うん、大変だね。いつでも私は出れるよはい外注外注するくしゃみ出そう。失礼しました失礼しました。はい、ということでちょっと30分になるので終わりにしたいと思います。今週は木土土日日で3期パーティー。え、そうなの？え、5連続ってこと？できそうなの、ほんま日くらいじゃない。じゃあ、あれゲスですか？ひなたさん忙しいからやらないんじゃないかな。3期大変。いやでも、多分一度は来る試練なんじゃないですか、パーティー公演。ね。大丈夫。5連続でしょ？大丈夫。2期ドラも乗り越えた壁だからはい、大丈夫経験者は語るよ大丈夫。でもあれはめちゃめちゃいい経験だったから大丈夫。1週間で8公演だっけ。大丈夫。
開園前に春祭りとしてミニイベント的なものもある。何それ、懐かしい。八公園頑張ったね土日4公園入った時コールしすぎて次の日熱が出ました。うわーうわー。でもほらコールはないから、まだ NGT 解禁されてないから手が痛くなるかも。手の皮むけちゃうかもしれない。保湿しといてね、こうやってじゃあ終わりにするよ団長読みますよ。13位なりしたさん、13位なりしたさん、12位カブさん、12位カブさん、11位ミキさん、11位ミキさん、10位ゆめちゃんのさん、10位ゆめちゃんのさん、9位一郎バイナオさん、9位一郎バイナオさん、8位トムネコさん、8位トムネコさん、7位ハブトゥーセーブさん、7位ハブトゥーセーブさん、6位ラーマさん、6位ラーマさん、5位パンダのテオさん、5位パンダのテオさん、4位 D 山さん、4位 D 山さん、3位ペンギンさん、3位ペンギンさん、2位 K さん、2位 K さん、1位佐藤塚さん、1位佐藤塚さん、ありがとうございます。はい、ね、ありがとうございました。夜は配信できたらしたいと思います。ではでは、ありがとうございました。また会いましょう。ルームバイバーイ。